アルコベンダスは、スペイン・マドリード州にあるムニシピオ。マドリードの中心部から13キロメートル北にある。アルコベンダスの名が初めて歴史上に登場するのは、13世紀初頭に、ブルゴスで書かれた文書の中である。モンティールの戦い後の1369年、エンリケオン長王は、マドリードに属していたアルコベンダス、バラハス、コベニアを、ペドロ・ゴンサレス・デメンさえ与えた。 1453年まで面倒酒がアルコベンダス領主であった。その後は、封建領主制が廃止される19世紀まで、プノンロストロ伯爵家が世襲した。1960年代以降、マドリードのベッドタウンとして人口が増加した。マドリード地下鉄10号線は、アルコベンダスに4駅を持つ。エスペランサ・アギーレ・マドリード州首相が、 マドリード市街への地下鉄延伸を制作に掲げたことで地下鉄の乗り入れが実現した。また、セルカニアスマドリード C-4 号線の駅がある。マドリードバラハス空港から7トルの距離にあり、エアマドリードは2006年に解散するまでアルコベンダスに本社を置いていた。ローラーホッケーチームのパティンアルコベンダスが拠点を置いている。2010年には、 アルコベンダスでサー女子ローラーホッケーワールドカップが開催された。この大会ではアルゼンチン代表が優勝し、地元のスペイン代表は3位となった。ハンドボールチームの CB、アルコベンダスもアルコベンダスに拠点を置いており、男女の各チームがスペインリーグに参加している。アルコベンダスには1970年代からラグビーチームが拠点を置いており、幾度も設立。 解散を繰り返している。モラレハ・アルコベンダスは2002年に一部リーグのディビシオン・デオノールで優勝し、2003年には一部リーグと国内カップで準優勝したが2003年末に解散した。2003年からは後継チームのクルブ・アルコベンダス・ラグビーが活動している。アルコベンダスにはペドロ・フェランディス財団が管理運営するバスケットボール博物館があり。 国際バスケットボール連盟のフィバ伝動がある。ありがとうございます。